こんにちは、クリッカークランです。自動運転車の実用化に向けた道路運送車両法、道路交通法の改正案が8日政府内で閣議決定されました。政府は自動運転レベル3の実用化を目指し、車両や運転の安全基準について法整備を進めています。自動運転はレベル0、人間による運転からレベル5、システムがすべて運転まで国際基準で6段階に分類されており、レベル3は自動運転システムの故障時などにドライバーが適切に対応することが条件とされています。新聞報道によると、道路運送車両法改正案では保安基準の対象に自動運転機能を追加。自動運転が可能な条件、速度、天候、時間等については国土交通省が指定するそうです。今回は高速道路における渋滞など低速走行時の自動運転を想定。また道路交通法改正案では、直ちに運転に戻れることを条件に、自動運転中でもスマートフォンの利用や読書等を認めるそうです。ただし、ドライバーが運転席から離れたり飲酒することはこれまで通り禁止される模様。今国会で成立すれば2020年夏にも施行される見通しのようで、いよいよ自動運転時代の到来が間近に迫りつつある状況になってきました。